棒読み演技が濃すぎるジェシー・レンドラ芝居に辛辣な声、恋人仕込みでも課題残る俳優業。10月14日から女優の趣里が主演を務めるドラマモンスターフジテレビ系が放送されている。インターネット上ではアイドルグループストーンズのジェシーの役柄に違和感を覚える人が多いようで。写真ありジェシーのそばで微笑む交際相手。 同作は、シュリが演じる、常識にとらわれず、感情を排除して相手と向き合う弁護士が、事件を解決に導き、周囲の価値観を覆しながら影響を与えるリーガルエンターテインメント。タイトルのモンスターとは、人間がわけもなく悪意に満ちてしまう瞬間のことを指しているという。ジェシーが演じるのは、東京大学法学部出身の素直で真面目な若手弁護士だ。 バラエティ番組での明るいキャラクターとは対照的な役柄を演じるジェシー。その演技を称賛する声も多い一方で、X では視聴者から辛辣な声も見受けられている。想像通り中身のない演技してる。一辺倒でつまらん。ジェシーはもうちょい演技どうにかならんのかな。役が悪いのか。趣里さん演技含めて全部大好きなんだけど。 脚本と設定とジェシーの棒読み演技が濃くすぎる。ジェシーの演技が緩急なさすぎて、全く内容言ってこなくて、モンスターすぐ離脱した。棒読みってわけじゃないんだけど、セリフ言うの全部早すぎるというか、間が皆無。ジェシーは2022年のドラマ、最初はパーテレビ朝日系、で地上波連続ドラマ初主演を務め、2024年は1月期のドラマ、新空港選挙、 日本テレビ系や6月8日放送の世にも奇妙な物語一重引用布24課の特別編フジテレビ系など話題作への出演が続いている。今回、厳しい意見が見受けられた背景に関して芸能記者はこれまでのジェシーさんの役柄とのギャップも関係しているのではと語る。これまでジェシーさんが演じたのは喜怒哀楽がはっきりし、 個性のある役が多かった印象です。最初はパーではプロの芸人を目指す明るい青年、新空港選挙では空港を襲う狂気を秘めた武装集団のリーダーを演じ、これまでの感情を爆発させるジェシーさんの演技は SNS でも好評だったんです。その点、今回は冷静沈着な若手弁護士役で、あまり個性のあるキャラクターではなく、いわゆる普通の人に近い。 セリフの抑揚や細かい目の動きなど、繊細な演技力が求められます。これまでにない役とあって、ジェシーさんの演技に違和感を覚えた人もいるのだと思われます。ジェシーといえば、7月24日のニュースポストセブンで、綾瀬はるかとの交際が報じられ、大きな注目を集めた。俳優業に関しても、綾瀬の影響が囁かれている。 交際報道から1ヶ月後の8月25日にニュースポストセブンは、二人は同棲中で、ジェシーさんがアヤセさんから演技指導を受けていると報じました。アヤセさんといえば、多くのドラマや映画に主演し、幅広い役を演じてきました。そんな彼女の指導もあってか、ジェシーさんは俳優業に意欲を見せているそうです。今回は、 まだ指導の成果発揮できていないのかもしれませんが、前室、芸能記者。綾瀬も、2022年のドラマ、元彼の遺言状、フジテレビ系で、弁護士を巧みに演じた。役作りも兼ねて、さらにアドバイスを受けているのだろうか